皆様こんにちは。今回は私が今もうね始まって1日経っちゃったんですけど、メルパレットっていうサイトとコラボをさせていただいております。はい、そのコラボとは何だっていうことだと思うんですけど、ベルパレットさんっていうのはもともと韓国コスメだったり、あとはまあ海外コスメだったりを取り扱っているサイトなんですけど、そのサイトとコラボさせていただいて、で私が実際にこうコラボ前にたくさん試させていただいた中でめちゃくちゃ気に入ったアイテムをセレクトして、それをコラボ販売価格として販売するっていう形になります。はい、なのでいつもよりもお得に、で物によっては 30% オフのお値段とかで買えるものもあるんですけど、なのですごくお得なコラボ販売になっております。で今回は私だけではなくって、美容系インスタグラマーのモンローさんという方とダブルコラボになります。で私が普段からね YouTube でメイクとかアップしているので、メイク担当ということでコスメをたくさんセレクトさせていただきました。でモンローさんはもう本当にスキンケアがすごく詳しくって、で肌がとってもねお綺麗で、はい、なのでスキンケアをセレクトして販売という形になります。でそう、そんでログインしていただくとコラボ販売価格で購入できるんですけど、さらにクーポン A、B というものがあって、でクーポン A は2点以上かつ1万2000円以上購入された方はクーポン A を取得していただいて、それを一緒に使っていただきたいんですけど、そうするとさらに価格から 10% オフになります。そうすごいお得なんですよ。でクーポン B っていうのはモンローさんセレクトの23 years old のビタミン爆弾っていう剥がすパックがあるんですけど、そのアイテムだけログインしてももう何もしない状態だったらセール価格にはなってなくって、そのクーポン B を使わないとそのアイテムだけ割引されないので、もしそのアイテムを購入したいっていう方はクーポン B を必ず取得してください。はい、こういう、まあ、ざっくりとした内容なんですけど、こんな感じになります。で今日メイクするのは私がセレクトしたアイテムのまあ大体半分ぐらいを使ったメイクになります。これコラボ前日のライブでモンローさんとコラボライブをした時のもうほとんど同じ、髪型も洋服もメイクも同じなんですけど、すごくこの動画撮ってくださいってリクエストいただいたので撮ってみました。最近のほぼ毎日メイクかな。まあリップとかは多少変えたりするんですけど、アイメイクとかはほぼ毎日こういう感じでメイクしてるので、気になる方は最後まで見ていただけたら嬉しいです。ではどうぞ。はい、ではメイクを始めていきます。最初にこの MAC のライトフル C プラスティンティットプライマー、これを使っていきます。これはねツヤ感がすごく綺麗に出てくれるのと、結構ねつるんとした肌にしてくれるのですごく好きな下地です。で SPF45PA4+ 入ってるので、割と何もしない日、メイクしない日もこれ塗ってパウダー塗って出かけたりします。はい、そしたらファンデーションは高原堂のマイファンシーアクアファンデーション113番を使っております。これもねもうあとちょっとしかないので急ぎ目に使ってます。私は結構たっぷりめに使ってるんですけど、これは薄付きなのですごくみずみずしくて軽いんですよ。だから私は結構まあカバー力が欲しいなっていうところは重ね塗りとかしてます。この鼻周りの赤みだったり口周りのくすみだったりが結構私は気になるので、こう特に私の顔的にあんまり気にならないのはこのおでこゾーンなんですけど、カバー力がまあいらない、なのでおでこ周りは薄く伸ばして、あとはここの気になるところを重点的に重ねるっていう感じで使ってます。ほんとこれ使いやすくて大好きで、こんな感じ素肌感も出るのでおすすめのファンデーションです。で、そしたら DHC のワンダーカバーフィニッシングパウダーを使っていきます。これは色がついてないパウダーなんですけど、少量でサラッとしてくれるのでこれもすごく使ってます。そうしたら眉毛結構最近変わってて、まあ今ちょっとピンク取れてきちゃってるんですけど、ちょっと前までめちゃくちゃピンクで、ペリペラの PD スキニーブローのレッドブラウンを使っていきます。これ細いペンシルですごく好きなんですよ。こんな感じで私は
下の方を描き足す感じで、上は地眉の上をなぞる感じで描いております。でこれね、ブラシもついてるので使いやすいんですよ、めちゃくちゃ。はい、でそしたら眉マスカラ、アンナドンナっていうところのエブリカラーアイブローレッドブラウン、これ確かね廃盤だったと思うんですよ。私楽天で結構前に買ったんですけど、なんかその時多分廃盤だからすごく安く売ってたんですよね。これちゃんとね色がついてくれるのでお気に入りです。そしたらアイメイクにいきます。これを使っていきます。アンリシアのグリッターペディアアイパレットの2番、オールオブブラウンっていう本当に使いやすいブラウンカラーを使っていきます。まずこのカラーでまぶた全体をセットさせていきます。まあこのカラーもね多少色ついてるんですけど、ほんのりなのでこれを全体に整えて、少し温かみというかを足していく感じで下にも入れます。はい、でそしたらその隣のカラーを全体に入れていきます。このねアイパレットは本当にあの捨て色がなくて、で発色がめちゃくちゃ濃いわけでもないので、これ毎日メイクにすごくいいんじゃないかなと思います。もし迷ったらこの色をおすすめします。私は色でね迷ったら、でそしたら内側にちょっとほんのりオレンジを足します。これもねラメ入ってるんですけど、割と表面のラメって感じなので、ここまでまぶたには乗らないかなっていう感じ。まあ他のところがね結構ラメがギラギラなので、私的にはこれは割とマットの立ち位置ですね。そしたらここからラメになるんですけど、このパレットは本当にラメがすごく可愛いので、まずここのちょっとホワイト寄りのラメ、これを下まぶたの目頭側入れます。ちょっと取りすぎた。ここにね、まあ、ここの目頭にもこれはね、シマー系なカラーなのでツヤツヤっとしてくれます。目元明るい色入れるとね一気に目が明るく見える。はい、でそしたら下まぶた全体にこのラメ、ゴールドラメを入れます。これもかなりツヤっとするのでぷっくり見せてくれます。で私の場合目頭に入れたこの明るいカラーを目尻全体に入れるとすごく腫れぼったく見えちゃうので、ちょっとゴールド寄りのカラーを下まぶたに入れるようにしてます。でそしたらこの真ん中のラメを黒目の上に、これは指でやろうかな、結構ホログラム的な大粒のラメが入ってるんですよ。でブルーとかグリーンとかに発色するちょっと変光系のラメなので、このラメを褒められることがすごく多いです。そのコラボライブの時もラメどこのですかってすごい聞いていただけたので、このラメはすごいです。なんか私は黒目の上結構幅広めに乗せてるんですけど、そんなに上に行かなくても存在感があるので大丈夫で、でちょっとねなんて言うんだろう、ウェット感があるので大粒だけどピタッとくっついてくれるんですよ。だからラメ落ちとかもこの塗るときにね変なところにつかなければ落ちることはないかなと思います。こんな感じ、可愛くないですか。でそしたら締め色もあるのでそれで目尻を引き締めます。これ締め色あるの私的にはありがたい。このパレット自体の色味すごく可愛いんですけど、やっぱり私は締め色がないと落ち着かないというか、なので締め色のあるこのパレットめちゃくちゃ愛用してます。なんかラメ塗っとけばね本当にこう時間がなくてもなんかしてる感が出るし、マットだけだと結構ぼかすの難しかったりするじゃないですか。時間がない時こそこのパレットを使ったりしてます。でそしたらアイメイク、ちょっとね今マッツパが落ちてきたので軽くビューラーします。まだ上がってはいるんですけど
構私のまつげ早変わり時期なのか抜けてたりするので、そしたらマスカラもコラボ販売でセレクトしたミュードのマスカラを使っていきます。ブラック繊維が入ってるんですけど、結構短めな繊維でそんなにこう暴れるような感じの繊維じゃないので使いやすいんですよ。でウォータープルーフでカールキープ力もあります。で私はまあバサバサまつげが好きなので、割とこう乾いてからもう一回重ね塗りとかってしてるんですけど、それでもダマになりにくくってとってもね使いやすいんですよね。ブラウンも明るすぎないブラウンでしっかり存在感、まつげの存在感は出してくれて、ブラウンも好きです、すごく。でこれで一回ちょっと乾かして最後にまた重ね塗りします。でそしたらアイメイクはとりあえずマスカラ乾くの待ちでシェーディングを入れます。ユアグラム、これもうねほんと結構粉質がこうなんていうの、粉飛びするので結構ちょっと一回こうタップしただけですごい出るんですよ粉が。だから一回底見えしちゃうとすごいこっから減るのが早そう。普通ね結構底見えしてから長いんですけど、粉飛びする系は底見えしてからが早そうですね。で顔周りはほんのりのせます。でそしたら、チークもセレクトしたものを使っていきます。ズーシーのチークの B01 番、これ見た目がめちゃくちゃ可愛いんですけど中も可愛くてほぼ全部マットです。でここのゴールドだけちょっとシマーなんですけど、まあ、表面のところしかついてないのでそんな長くは使えないと思うんですけど、ほぼマットです。で今日は2色をちょっと混ぜて使いたいと思います。これ結構ね発色がすごくいいので、こう取ったらちゃんとティッシュオフしないと大変なことになるので結構オフしてください。でポンポンポンと、この結構オフしてもしっかり色が乗るので、でこれは本当私の好きな色しか入ってなくて、オレンジピンクで、しかもそのオレンジも結構なんていうんだろう、テラコッタ系のオレンジでコーラルピンクなので使いやすいんですよ、ね、すごく。でそしたらハイライト、ハイライトもセレクトでこちらクリオのプリズムハイライターデュオの1番クリームフィズを使っていきます。これを、これ斜めカットのブラシにしようかな。これね、2種類の質感が入ってて、こんな感じなんですけど、しっかりゴールドが出る大粒のラメの方と、あとはちょっと、なんて言うんだろうな、粒が細かくて色味がしっかり出るような2つの質感のものがあります。でもどっちもね、ツヤツヤで気分によって私は使い分けてるんですけど、今日は鼻の頭にはこっちの色味が出る細かい方を指で、もうツヤっとしてくれるんですよ。でここにもここにねやっぱ入れてるとマスクでもね立体感が出るので、でここちょっと、そしたらこの大きい方をブラシにとって、私はチークにちょっとかぶせるような感じで、ついでにチークをぼかすみたいな感じでのせてます。これめちゃくちゃおすすめです。で、そしたらアイラインを引いていきます。このケイトのアイライナーとナーズのハイピグメントのアイライナーでラインを引いていきます。まずナーズの方でインライン。いきます。ほんとこのラメが可愛いんですよ。めちゃくちゃ。で、アイラインはちょっとだけね。下げ気味で。こんな感じ。こんな感じ。そしたら、ちょっとマスカラを足して、でリップなんですけど、リップもセレクトしたミュードのマットリップになります。で今日はグラデリップをしたくて、1番のコーラルカラー、使いやすいコーラルカラーを全体に薄く伸ばします。結構広めに私はやります。唇が薄いし口が小さいので、このマットリップのベースでちょっとこう詐欺をするというか唇大きいですよ私みたいな。でこのマットはふわマットなのでぼかしやすくて、唇が自然に大きく見せやすい。可愛くないですかこれ。1番は間違いないんですよ、使いやすくて。そしたら、この2番の赤みのカラーを中心に
グラデリップもすごい作りやすいです、この質感は。はい、こんな感じです。はい、ではちょっと髪の毛をやって戻ってきます。はい、髪の毛やってきました。こんな感じでパーマなのでくるくるってなってるんですけど、まとめ髪をしました。で、カラコンも入れていきます。ミムコのキャラメルスフレっていうカラコン、これがねすごくナチュラルで、あのつけ心地もいいのですごく気に入ってます。こんな感じ、ほんのりこう縁取られるっていう感じで、で縁もね、あの黒とかじゃなくてブラウンなので、こう瞳にこう溶け込んでくれる感じで違和感なくつけられます。こんな感じ。はい、でこのトップスは H&M の最近買った5分袖のトップスです。めちゃくちゃ気に入ってます。はい、こんな感じで今回は私が今回コラボさせていただいてるベルパレットさんで私がセレクトしたコスメをふんだんに使ったルックになります。はい、インスタグラムでモンローさんとコラボライブをした時の1日目のメイクですね。こんな感じでメイクをしておりました。はい、参考になれば嬉しいです。で、概要欄の方にベルパレットさんの公式ホームページを載せておくので、会員登録をしていただくと、割引価格で購入できるので、ぜひこの機会に試してみてください。では最後まで見ていただきありがとうございます。バイバーイ。